ていうか多分ね、桃子のメイクさんにね言われたんだけどね、桃の髪ってね巻きがすぐ取れる髪なんだって。そう、え、めちゃかなんか風船飛んできた今そう、直毛で強い髪なんですよ。なんか強いの思うの髪めっちゃ。そう、これはねケープでなんとか保ってる。硬くないな、細い私の髪は。大人っぽい表情多めで、ゾクゾクしましたありがとう。実はこっそり観覧してました。お、嬉しい。え、赤い風船もあるんやショールーム大運動会ギフト。今日おもちゃ推しレモンしてました。思ったすごいね、いっぱい応援グッズみたいな、金メダルもあるクマの可愛すぎて画面見てられない。ほんまにありがとう。毎日はちょっとできんかもしれんけど頑張ろう。巻き髪もうちょっと。そう、昨日ねこれやけどしたのあざにしか見えんのよね。あの、ここもね、前ヘアアイロンでこの線もやってやけど、もうこの手4つやけどあるんですよ今。なんかもうあざにしか見えんそう、これやけどです。痛い、癒したよ。チューされたのかと思ったの、お姉ちゃんに。違うよやけどだよ。金メダルもらってありがとう金メダル。やけどはねここしかない。私あんまやけどしたことないのに、なんか今回やっちゃったんだよねめっちゃ多分なんかもう、あ、なしてできないなってなんか焦りながら巻いてたからだと思う。そう、夜中に。泣いてない泣いてない泣いてない。耳やけどしない。今日のクライムマキでした、ありがとう。痛くて泣かなかった。これね痛いけどそんなすごい痛いわけじゃなかった。痛いなぁぐらい。ねえ、私も右下見てから目が赤くなった。私もね、私も右下の後だったので四国が見てたんですよ。いやもう最後の瞬間収蔵がすごい良かった。その全番見れてなくて、準備中にあんちゃんの携帯で何曲かミニスタジオの公演を見たのと、本番前、自分たちの本番前にその服とか着替えてる時にね瞬間収蔵がモニターから見れたのでみんなで見てた。そう、
そうそう、控え室にモニターがあるんよ。ライブもちゃめちゃ近いけど、ありがとう。どうでしたか今日のライブは。楽しかったよ。なんか今日から今まであった感覚の、今までファンの方と感覚があったんですけど、今日からなくなって、すごいいっぱいいっぱいファンの方がいらっしゃってて嬉しかったよ。勝手に四国観光ガイドいくつのとこして、うん、嬉しい。今日もニコニコ元気いっぱいでかかったね。ありがとう。そう、アクリル板はねあるんですけどね、ドデンと。アクリル板はね、私的にはそんな気になってない。なんかそう、キラキラしてた、嬉しい。キラキラぐらい半端なかった、やった。ヤホー今でって何？ニコ生でコメントがあった。あのね、普通にね、ヤッホーのことだよ。ヤッホー可愛くヤホー今でってしてるだけで。なんか配信で見ると髪負けてるように感じる。誰かと手をつけないか心配してた。でもクアトロさん広いかな、めちゃめやったね、前だったもんね。そう、ヤホー今はね意外と分かんないみたいでね、やっぱそうだよ、分かんないよね。ヤホー今だって知らない人が聞いたら何人ってなる。今日のおじゃん買いすぎ、ありがとう。買った。なんか最近ね、右目が腫れるんだけどね、だいぶお昼とか本番前くらいに収まっててよかった。そう、なんか最近寝不足とかそういうのじゃなくて、疲れとか普通にいっぱい寝てるのに目が腫れるようになっちゃったの、たまに。なんかそう、なんでだろうね、メイクずっとしてるからなんかなるんかな。この辺はストレートだったよ。今ちょっと軽く巻いただけ。なんかずっと練習してて、私なりにね。そう、モカの髪ほんと直毛だからめっちゃ難しくて、寝すぎかな。いや、そういうわけでもないと思うけどな。だって逆に寝た日でも腫れるし、寝ない日でも腫れるもん。今あるって返してくれる言い方が可愛くてたまらん。ありがとう。まちゃんの土佐弁の本、ほんとなんか土佐弁で、今日はなんか応援してくれると嬉しいチアって言ったんですけど、そう、モカはチアってあんま使わなくて普段。そうなの。そう、なんか自分でもなんかおーってなった。なんか私のおんちゃんとか使いますよ、チアってよく言ってるイメージがすごいありますね。嬉しいきねって言うの、そう、嬉しいきねも言うんですけど、いつもなんか好きやきねとか言ったので、言ってるので、なんか新鮮な方を選んでみたっていう、私が普段あんまり言ってないような言葉を言いたいなって思って、そう、そういえば私のんちゃんとか使ってるなと思って。この前また新しいの今いるんですよ。
そう、チアが一番キュッてして本当嬉しい。そう、新鮮です、新鮮だったんですよ。ゼオはね聞いたことないな、使ってる人もか。ジャッキーはまだ広島弁使ってない。私は、いや私口内炎めっちゃできるからなんですよ。でビタミン不足ってよく聞かれるんですけど、ビタミン毎日飲んでるんですよ。えみたいななんで桃花のさ口はさ口内炎がめっちゃできるみたいな。聞きたいよ、もう誰が作ってるの私の口内炎そう、私ビタミンのなんか粉みたいな飲んでますよ。噛んじゃうの、いや噛む時もありますね。指切れすぎる、本当嬉しい、ありがとう。チョコラ BB、 あー飲んだことある気がする。ストレスかも、ストレスでできるん。こ何回もコーチ言ってるけど、ジェアは一度も聞いたことがないかな。そうそう、ないんよ。2ヶ月じゃない、3ヶ月に1回か2ヶ月に1回くらいさ口内炎できてるのやばくない、ちょっとやばくない。ももかぜよって外すぎる、痛い、やけどが痛いよ、やめてよ、痛い。体調子悪い時にできたりさ。そうなん、今回の口内は噛んだんですよ噛んだから私の噛んだせいだよ。左も手に持ってるものはリップ。そういえば今日もね男梅買ったのあるかな。今日私2袋男梅買ったんやけど買ったんよ。でもね1日に2袋食べたら、知ってますこれ、塩の量が 2.28g なのでプラス2袋の食べたらすごい、あのまあ約 5g とかになるんですね。で日本人じゃない人間が、女の子が食べている量はなんか 6g ぐらいじゃん1日に、まあ目標みたいな感じで。なのでそのそう2袋はちょっと危険ということで、今日は1袋食べて明日は1袋かな考えたよ。
メールの写真おもちゃの会社もしてた。え、嬉しい買ってから向かおうと思ったのに忘れちゃったの夜ご飯、あ、食べたもの送るつもりだったのに明日送ろうかな。夜ご飯なんかチキンとお刺身のやつ食べたよ。隅っこぼっちを探したけど見当たりませんでした。あら、どっかのコンビニになったんだけどね。奥歯にひっつかないこれ。全然駅のコンビニなかったの。そう、コンビニさんたまにないよ、多分売れてるとかで、多分売れてるかないかで。スーパーなら大体あるはず。ローソンで買ったんごそう、ローソンだったかな、忘れちゃった。ローソンなのかな。そう、刺身食べましたね、美味しかったです。クワトロミニって可愛かった。おー嬉しい、ありがとうあれ何個あるかな。そう、噛んでると味変わるんですよ。噛み捨て的ですね、ありがとう。噛んでるとさ、そう、最初なんか粉がついてるんですよ、このお菓子。1,2,3,4,5、あと5個。すみっこ暮らしのプッチョメイ買ってきてたけど、ちょうだいって言わなかった確かに、ね、でもかもちっちゃい子がそれ買ってたら言えないかもしれない。この消しゴムはね、使えないよね。今日1階の後ろでたまにリセの手を出してたよ。なんか見た気がする見た気がするぞ。おまけも欲しかったね。まあおまけがあれ大事だよね。花柄の衣装可愛かった。あ、嬉しい。可愛くてそう、あれ使えないよ。配信見てたら現地行きたくなったから香川応募してみた。当たれーって、当たれー。こんばんは、こんばんは。明日はなんとリッセももかちゃん三者面談がございます。もうやだ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 。なんかさ、なんかさ、今までさ、私三者面談大好きだったんですよ。だってさ、もうかってさ、ある程度のことはさ、ある程度のことは思うかは今まで褒められてたんですよ、先生に。普通にそんな優等生でもない、そんなすんごいなんか委員長やるとかじゃないけど、大体褒められてたのに、今回はちょっと生活態度は悪くないけど点数が怖いいや成績が怖いんですよ一番。三者面談なんか楽しくないですか。なんかいや明日は楽しみじゃないけど、なんか今までなんか誰かのお母さんとか、えああいう感じなんだとか思う。私はすごい楽しみにしてたんだよね。すごい似てるとかなんか成績がそこまで悪くなかったので、昔は私はルンルンみたいな感じで言ってたけど、普通にルン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 か普通ぐらいの気持ちで言ってたんですけど、三者面談は
親が話して盛り上がって自分取り残されたこと。そうなの。でもりせんちゃんは先生と仲良しだからきっと何も言われない。態度はほんまにもういくら眠たくてもみたいな感じで頑張って目をこじ開けていますので、狙わずに自然体で可愛さを出せるおもちゃでさよ。ありがとう。あー頑張れてきた、応援きた、応援。通知表1だらけで1取ったことないよさすがに。頑張れって応援が来てる、ありがとう、頑張ってくる。大人っぽくなったな、ほんとありがとう。私の今が成長期な気がする、なんか顔とか。すごい、1取ったことある、なんでなんで、厳しすぎん先生。なんかめっちゃ絵とか下手でもめっちゃ頑張ってればなんかそう頑張ってればって感じだったよ。わーいっぱい頑張れ、ありがとう。頑張れーって。なんかあのスポーツ選手になった気分。こうやってなんかこういうさ風船をこってやるやつあるじゃん、ああいう感じの。うちの弟が生徒に英語で1つけてたけど、あらー、じゃあ桜花がその先生だったらおねだりするね、1はつけないでくださいって。バレエでよく使う、おー、高一の最初に数学に点の取って部活の先生に詰められました。あら頑張ろう。大丈夫かも、数学はちょっといい気がしないわ。おもちゃにおねだりされたオール5にする？嬉しい。じゃあみんな、みんな思うかの、なんて、みんな思うかの先生になって。数学以外もですよ。そう、数学以外もだけど、なんだろうな、なんかまだ全部帰ってきてないからわかんないけど、国語と現代文か、現代文と家庭科はセーフ、あとは知らん、まだまだ何個か帰ってきてない。あとでも社会と情報がすごい全然悪かった。いや本当にハーってなるぐらい悪かった。なんかもう社会と情報の小テストというか受けれてなくて、わーそう受けてくださいって急に言われて、範囲も知らないまま受けちゃったんですよ。そうシクシクなってん。そうクワトラありがとう、こちらこそ。ちとって担任に怒られた時、俺のおかげで県でベスト4のやつをちょっと余計に怒られた。そら怒られる。確かにすごいけど、めちゃくちゃ。あ、そうそう、課題したらなんとかなるよ。あのあっちの方結構できた、なんかパソコンでなんかやるやつはできたから、そっちのテストは。
なんかもういろいろ落ち着いたら一回もんかもうマジで勉強しようと思う。いつか電気つけてなかった眩しい眩しい。電気つけてなかったけどさ、なんか今日の電気さない方がよくない？今日なんかいつもあった方がいいのに。先日のランキングあとちょっとで終わる。ごめんね。ちょっと待って、ね、なんか今日はいいっぽい。ミステリーラインよかったね。ミステリーライン踊ってないよ。もうミステリーラインってあれピンマイカーじゃないミステリーラインめっちゃ踊ってみたい。よくない方がいいかも見えん。それはこんばんは。レオンコンビよかった。お嬉しい。かみちゃんに見えるなんでだろう。そうね、なんかユニットね交換してみたいよね。僕隊とかもさ、もうさみんな他の曲の振りめっちゃ見てるからさなんかその覚えてなくてもなんとなく目でわかるからすぐ覚えられると思うよ。だからユニット覚えてみたい。別の僕隊とか今日かき氷食べたんだけど、もちゃん何味が好き？もはいちご一択ですよ。もかは日暮らしの恋をやってみたい。なんかジュリエットもやってみたいけど、私かっこいい服似合うかなと思って、でもやってみたい。振りと歌大好きで、そう衣装も可愛いけど着こなせるかが分かんない自分が。いちごしか勝たないね。いちごマカのポンポン隊見てみたい。これやってみたいんだよね。もう行ってみたい。ユニットチャッフルやってみたいからな。ポニーテールブンブン回すとこみたいだ。ゆうちゃんとの金田の二人見てみたいなって、やってみたいもんかも。
マンゴーも買いたい。愛しさのディフェンス、なんかマネージャーさんに前さ、まだモンボ早すぎるって言われたんだよ。笑ってしまうって言われたもん。ディフェンスはディフェンスはもう私は多分本当に一番似合わない。なんかセクシーさを感じられない。絶対無理。ちょっとまあ19歳にぐらいか20歳になったらそういう曲も挑戦してみたいですね。今日のクワッドでもーちゃんうちわが無事デビューできました。ありがとね。もーちゃんからセクシーを感じてるか、ほんまに、やったー。今日のものは大丈夫。じゃあそういうセクシーをやるときは、セクシー曲をやるときには髪を巻きますね。そうすると見えるかもしれない。だからもう年齢的に19とかじゃないとダメなんや。私はわーわーわー、19にこだわるの。なんか私19歳が一番可愛いって勝手に思ってるんですよね。なんかなんとなく普通にいっぱい誰でも、なんか19歳ってさ、高校卒業して髪とかも染めたりする人とか多くなってキラキラしてるなって思う、勝手に。そう、大学の年姉ちゃんっていつからセクシーだった？でも姉ちゃんもなんかもともとお顔がちょっとセクシーなごとくもあるんですけど、口とかが特に。でもね、でもやっぱり高校卒業してくらいが一番そうなる気がするよ。なんか高校生の時は可愛いって感じだった、なんか雰囲気が。今は大人の綺麗さと可愛さが混じってる感じの気がする、お姉ちゃんは。そう、マシャの大人見られたい、わかんない、普通に。
そうだね、年相応が一番ですね。私の理想は。でもなんか服装とかで変えれるから、最近は大人っぽい服着て普通に高校生くらいに見えるくらいの服装で考えたりしてるかな。メイクとか。何味のお酢飲んでるの？なんかね、私が好きなのは柚子のやつ。みちゃんの会社はさらに覚醒しますありがとう、頑張るね。美味しいよ。ああ違うよ、ゆずポン酢もそうだけど、普通にゆずの黒酢だっけ、お酢、ゆずのお酢、なんか炭酸と割って飲むやつ、炭酸とか炭酸水とか水とかで割って飲むやつ。ゆずポン酢も持ってるよ。ペットボトルのやつ、なんかそう、プラスチックのやつかな。黒酢じゃないかも、お酢かも、普通の。なんかそれでリンゴのやつは黒酢飲んでる。なんかそれ飲んでからなんか良いよ、なんかいい気がする。リンゴとブルーベリーのクロス、ああ知ってる気がする。桃酢をビールに入れると美味しいの。大人じゃん、すごいね。なんかもうじゃあ二十歳以上になったら試してみよう。飲めるか知らんけどからお腹の調子とかわかんない、なんかいい気がするなんかいい気がするよね。もちゃんちゃん買ってよ、嬉しい、ありがとう。めっちゃお酢おいしいよ。なんかお酢って感じしないよ、そのゆずのやつ。今日ね、ライブからなんだけどね、歌うとね、口内炎が痛いんよ。喋ったりしても。パイナップルのお酢もあるんよ、すごい。スパイ系が好きなの。そうかも、スパイの好きめっちゃ。本当にお茶可愛いな。ありがとう。そう、美味しいから最近のジュースはマジでそれか、ちょっと朝から飲んでたオレンジジュース。これやばい、やばい、冷蔵庫入れるの忘れてた。やばい、ダメ、
もうダメなの、もうこれ。危険。悲しい、あとちょっとあったんだけど。いつ買ったの？昨日買って今日のお昼飲んでた。悲しい。いや暑かったわ、やめとこう。そう、昼から部屋に放置してた。忘れてたんよ、入れとったのね。忘れてた。朝めっちゃ美味しく飲んでたの。そう、今日のお昼飲んでた。申し訳ない。どれくらい？これぐらい結構飲んでたよ、これ。ごめんね。コップに注いでそう飲んでたとかならよかったけどね。ストローはダメだね。ジュースはね、ダメって言うもんね、時間置いてたら。南蛮漬け食べたことないの？美味しい？今日の昼しも暑すぎたよね。そう、後でお腹痛くなりたくないからね、我慢します。後で大川飲みます、お酢を。ごめんね。南蛮漬け食べたことあるのかな、どうだろう、給食とかで食べてるのかな。お酢生活ね、おすすめは、だってもう普通にジュースみたいに美味しいよ、健康にいいのに美味しいみたいな。夏場にあのさっぱりとスッキリした感じやけど、そうなんだ。スコーンも普通に、どうだろう、普通に食べるけどって感じかな。今度ね、機会があれば食べてみたいな。わしのおもちゃみたいに可愛くなれるかな。な、そんなそんな、ありがとう。ステージのおもちゃん可愛かった。ありがとう。可愛くなりたい、なんかもう。なんかも可愛くなりたい、もっと、もういっぱいいっぱい、なんかもう、もう自分の最大限の可愛いにしたい、私という人間がの中の一番最後の可愛いを見つけたいです。限界突破です。そうですね、限界突破したいですね、自分の、私ができる中の一番可愛いを口実に続けてるけど、本当でそれをずっと更新したい。すでにこの世で一番可愛いのですので。ありがとう、そんなに褒めてもらえるなんて、天元突破。
なんか最近はやっと眉毛の描き方と目を大きくしたので、大きくなったので、あとは前髪の調節と髪の巻き方ですね。今の目標は結構そうふとしたことで上手くなったりもするから頑張ろうと思って。メイクは動画をひたすら見たりとか、いろいろ試してみて、なんかこれがやっぱ似合うなって思うのをやってるかな。私はやっぱ釣り目はこのピッて引くのあんま似合わなかったので、垂れ目に引いたらファンの方にも結構いいねって言われるなって思うから、一番似合ってるのかなって思う。日曜一日中で固まってしまうかも頑張れ頑張れそう、自分に似合うのが大事だなって思うので、いろいろ試してみることですかね。そう、釣り目似合わなかった目の強調がすごくなる自分の顔でやった。じゃあそろそろ読みますね。ダイヤさん、トートありがとう、テルさんかわいいありがとう、ドラガンさん、クマちゃんの金メダルありがとう、マピアノピーさんかわいいありがとう、エイトさん、クマちゃんの金メダルありがとう、ケイセティさん風船にクマちゃんの金メダルありがとう、モチタロウさん風船ありがとう、テルさん風船ありがとう、洋介さん風船ありがとう、膨らましてるイメージ、リッチさん頑張れありがとう、フラペチーノさん風船ありがとう、ドラグンさんめっちゃ可愛いありがとう、タンポポのおさきさん、クマちゃんの金メダルありがとう、ズボユスケさん可愛いありがとう、リストさんクマちゃんの金メダルありがとう、ビリリさんハートありがとう、高山さん似合うありがとう、前田健二さん、くまちゃんの金メダルありがとう、コーチテさん、くまちゃんの金メダルありがとう、Pさん、頑張れありがとう、君に改め恋をするさん、ありがとうありがとう、前田健二さん、風船ありがとう、ひでくんさん、頑張れありがとう、ラスカルさん、タカありがとう、林おちょこちょこちょこさん、頑張れありがとう、翔平さん、頑張れありがとう、ドラゴンさん頑張れありがとう、ビリーさん、ハイビスカスのリースありがとう、クマちゃんのこれは金メダルもありがとう、リッチさん風船ありがとう、マピアノのピーさん頑張れありがとう、ゆきあきたさん可愛いありがとう、エビ様さん、クマちゃんの金メダルありがとう、ナンピーさん風船ありがとう、ファイナルさんハートありがとう、トントロさんダルマありがとう、コティンさんハートありがとう、トシヤさんバラありがとう、ユケットさんハートありがとう、MH したクマのグッドピピピピピさん金メダルのクマちゃんありがとう、ただやまさんコバありがとう、テルさん金メダルのクマちゃんありがとう、13位のユケアキタさんありがとう、12位のリッチさんありがとう、今日もめっちゃ可愛かった、あさってのお話しくよろしくね、よろしくね、ありがとう、11位の読み打ちした熊の舞台ピピピピピさんありがとう、10位の幻さんありがとう、9位のきびだんごひこにさんありがとう、8位のおぴりさんありがとう、7位のビリーさんありがとう、6位のマピアノのピーさんありがとう、メンターファイト応援してるよ、頑張る頑張るよ、5位のタライムさんありがとう、4位のタンポポのおさきさん、おもちゃと二者面談がしたい、かっこ話がしたいしちゃいます二者面談
タイのケンシュティさん、ありがとう。今日の髪型良き。今日も可愛いです。ありがとう。ニーノヒデくんさん、ありがとう。1位のドラガンさん、ありがとう。三者面談ファイト STU の頑張りは伝わるはず。ありがとう。頑張るね。ありがとうございました。バイバイ。今日もありがとうございました。また話しましょう。またね。バイバイ。おやすみ。またね。おやすみ。また会いましょう。おやすみなさい。